マメ。いやー生きてる生きてるよかった。びっくりする。ちょっと一旦体勢を立て直しましょう。ここでえ行くの。今ですねポンちゃんがちょっと折っちゃいまして、この下にダイヤモンドだ。あった、久々だね。やっぱり下の方に来るとあるんだねダイヤが。やめろ、ああやばい、ちょっと下の方に来るとあるんだねダイヤが。やめろ、ああやばい、ちょっとやめてくれ。大丈夫、家に帰ってきた。いやー最悪ですね、まさかのスケルトンに溶岩に落とされると思わなかったよ。はい、ということでね、まさかのあのダイヤモンドを目の前にやられてしまいまして、久々にこのスーツ姿になったね。それにしてもところで今ポンちゃんなんですけど、一人だと確実にヤバいので、今ね瞬時にドアを作ってもらって、一旦隠れています。なのでなんとかね僕が今また装備して向かいます。いやそれにしても最悪だな本当に、道具吹き飛んじゃったよ、もう吹き飛んじゃって、しかも溶岩に飲まれて消えた。あー鉄も結構持ってたのにな、くそー、まさかの事態だったな。よーし向かいます。急いで行くんだ。うわやばいやばい。毎回壊して直していくっていう。よし、なんとかたどり着こう。あっやっと来た、たどり着いた、すげえ時間かかった。オッケー、ここだよね間違いなく。ダイヤモンドがあって、ポンちゃん無事ですか。あ、いた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 。ちゃんとおとなしくしてましたね。よかったー。で、僕のやつも少しは拾ってくれたっていうことなんで、じゃあちょっと一旦入りましょう。ここ危ないから、一旦入ってと。敵が来るから。よし。じゃあちょっと、僕の。あっ。オッケーオッケー。で、上半身の防具をもらおうかな。僕ね、今、上半身これ、ないんで。ありがとう。よーし、オッケー。これをセットしたね、オッケーね。よし。じゃあ行こう。とっととダイヤを取ってずらかろう。間違いなく鉄のつる橋で。ほっ。おっ、下に回るぞ。下に回るぞ。よし。オッケー。お、あるね、いいね、オッケー、結構取れたね、4個取れました。ふう、いやー来てよかった。それではダイヤもねゲットしたんで戻っていきましょう。戻っていくっつっても違う道から帰っていこう。あえてね、どっかへ繋がるかもしれないこれは。うわ広いな、ここ来てないっけ、あれ来てない、ここ最初に来たとこに似てるな、なんかでも違うよねきっとね、こんな深いとこじゃないもんね最初に。ほら家、あ、いろいろあるな、あれラピスラズリかなね、そうでしょ。やっぱり下の方はね結構いろいろあります。うーん、ゾンビの声がしてる。降りるの、降りようか、降りようかな。よし、オッケー、この炎に気をつけて、溶岩に。わっ、なんかすごいな、ラピスラズリ。あ、やべ、クリーパー来てる、まずい、危ない危ない、うわっ、うわー、やらかしてくれんなあいつ。どうしたの。いやいや、ほら、あら、ここの溶岩がまずいから、ちょっとここは、まあ、ある意味安全だけどね、ゾンビとか来たら落ちるから。ただ僕らも落ちるので、あ、これこのまま落とそうか、ゾンビ。うん、うまいこと落ちないな、チキショウ。
余計、分かってる、分かってるな。こっちに来たら、どう？ほら、落ちたらどうですか？いいよ、ここ、あったかいよ。騙されないようですね。そういう場合はちょっと埋めた方がいいかもしれない。危ないわ。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？これで。ほい、ほいよ。降りてこない。くそ。よし。まあ結局倒したら早いね。よし。OK。まだ敵来てる。まだ敵の声がしてるな。そっちか。すごい全力で集めてる人がいる。素晴らしい勢いで、あのね、ものすごい量なんですよ、これ。落ちてる。完全すごいよね、もう。プロの方いたわ、完全に。さあ、どんどん進みましょう。しかし、深い洞窟だ。まだ先がある。これ、一応家の裏だからね。あ、砂がもう危ないわ。う、あー、あそこに金もあるね。行きたいけど、ちょっと落ちたらやばいから、ほんと、も、落ちたら戻れませんからね。あー、ゾンビがいるんだね。ここは敵がいるけど、ちょっと今、溶岩があるから来れないから、大丈夫です。うおー。あらら。嫌な音がしたね。エンドルマンの音がしたな。あの鳩みたいな声は。これぼ、これぼ。あ、この辺だね。うん。あ、近い。多分近いです。この辺エンダーマンの声が聞こえてくる。聞こえたでしょ、うん、この辺ね、怪しいんだよ。いや、もうすぐ近くだよ。どっか抜けるはず。あそこ怪しいんじゃない？あー、やめた。ちょっと任せなさい。やめた。やめた。やめたけど、でもエンダーマン来たらね、やっぱりまあ。あっ、うわ、いた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 、右下だった。右下だった、ちょっと危ないよ。でもね、エンダーマンより上に来ちゃうとまずいんだよな、倒すには。ちょっと待って。じゃあ、こうしたら、OK。ちょっと下がってて。こういう時は、潜り込むんだ。エンダーマンは足が弱いからね。下から潜り込み作戦でいきます。これ、てか、正面で出たらどうしよう、これで。これで、正面に出たら困るんだよね。嫌な音。嫌な音だ。あ、この辺にいるよ、多分。おー、やばい。あ、でもいいよ。一段下に下がってるから、私。最高、最高。よし、あいつに目を合わせちゃいけないんですよ、エンダーマンは。え、あ、危ない。よし、倒しますよ。いきます。この足元だけを見て。危ない危ない危ない、届かない。あ、はい、オッケー。あー、来てる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 。あー、恐ろしい。倒した。でもね、思ったけど確実に我らはレベルアップした気がする。うん、自分で言うのもなんですけど、あ、この広場のところにいたんだ。なんだ、普通に広場のところにいたらだいぶ遠回りしてるじゃない。つながった。いやー、自分で言うのもなんですけど、まあ、練習編の時はね、思いっきり知られてたからね、エンダーマンに。いやー、とりあえずね、エンダーマンも倒したし、まあね、いろいろ手に入ったんで、帰りますか。帰りましょう。松明を頼りに。帰ります。どこだったっけ。よーし、だいぶ戻ってきたと思うんですけど、多分こっちで合ってると思うんだけどな。ずっとね、松明をたどって帰ってきたんで、どうかな。あ、いいんじゃないこれ。これ多分最初のとこっぽくないか。多分そうだよ。うん、確かね。
まあ、同じようなとこいっぱいあるからわかんないんですけど、次こっちもまだ行ってないのか実際。あれあれ、あ、なんだなんだなんだ、待って、あの緑のやつなんかどっかで見たよね。これあれじゃない、もしかして。ほらほらほら、あったあった、ボックスもうスポーナーだよね、やっぱり。やっぱりそうだ、ほら来た、やばいやばいやばい。え、あれスポーナーでこうすればいいんだっけ。うわやべえ、ゾンビだらけだ。いやーやべえ、あーちょっと手伝ってくれ。よし、オッケー。あー危ねえ、まずすぐ出てくるからこれ壊そう。よし、オッケー。うわーいってていってて、大丈夫大丈夫、防具つけてるから。うわー危ねえ、いやびっくりしたー、びっくりしたー。ってかこれ結構入り口の近くじゃない、もしかしてこれ。あれこんなとこにまさかのスポーナーがあったとは。え、いやまさか、いやこれ帰り道でまさかこんなの見つけられると思わなかったよ。ちょっと待って、じゃあか片方ずつ開けましょう。そしたらはい、でこっちから何が入ってんだろう。せーの、ほい。お、これは、あ、サドルだねこれね。サドルが2個と、これは名札、鉄、バケツ、小麦、大したことはないけど。あ、でもね、これがありがたいんだよね、うん、これ馬に乗るとき必要でしょ、うん、確か PS4 では取れないんだよ、てか作れないんだよ、うん、そう、だから、小麦もまあ家で作れるけど、いただいていきましょうか。はい、これもらっとこう、名札、名札ももらっとく。じゃあ糸はいらないかな、うん、さあもう一つに期待しましょう。いきますよ、3、2、うう、大丈夫。ゾンビ横にしたけど、3、2、1、ファイア。え、何これ。お、これ鉄の馬鎧、うん、いいんじゃない、馬の鎧で、うん、そしてクラ、そして金、鉄の延べ棒、そして何これ、音楽、何これ、何ですかこれ、音楽ディスクって。音楽ディスク13、C418、これなんだこれ、よくわかんない、一応もらっていこう。なんか使えるのかな、で小麦でね、まあこれでいいかな。まあでも確かにこの蔵がね手に入んないんでよかったね。あと馬の鎧、これ多分馬に着せるんだろうね、うん、そうすると防具的な、馬の防具みたいな感じでしょうか。間違ってたらすいません。はい、じゃああと帰りましょうか、うん、ね、もう生きてるうちに帰りましょう。もうやられちゃうとまずいから、多分ね、こっち多分すぐ近くなんだよ。多分ちょっと逆方向から来た感じだろこれ。あ、ほらほら、そうだそうだ、こっちから最初行ったんだよ。ここから行ったからもうこっちで帰りですね。あー、よかったー。よーし、この声は嬉しい声が聞こえてきました。いやいやいや、帰ってきた、帰ってきた。いやー大変だった、ほんと羊を見ると安心するね。いやーよかったよかった。いやー、それにしてもね、久々の洞窟探検でしたけれど、いやーやっぱりね、洞窟はこう肩が凝りますね。常に力んでるから、もう敵がもう常に来るからやっぱ難しいんですけれど、だいぶトレーニングになったかと思います。あとはね、だいぶ資源も取れて非常に良かったんじゃないかなと思います。これね、ダイヤモンド4つも取れましたからね。それ以外にも鉄、金、レッドストーン、うん、もろもろ取れました。ということでね、次回はまあもうちょっとのほほんいけたらいいなと思います。またお会いしましょう。 See you next time! セイキン夫婦のマイクラ、2人で頑張ってます。チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。またセイキンのツイッターでも随時最新情報を更新しています。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。